の人のこれ知ってますです。夏ですね、暑いですね、ビーチですね、海ですね、行きたい。それでね、今日はね、行ってみたい美しい日本のビーチトップ5っていうのをちょっと紹介させてもらいたいんですけどね、まず第5位、第5位がですね、岩手県は宮古市のですね、浄土ヶ浜っていうところらしいですね。そして第4位、沖縄県竹富島のコンドイビーチか、ここはいい綺麗なところですよ。そして第3位、これも沖縄の久米島の果ての浜ね。そして第2位、沖縄ばっかりですね。沖縄は宮古島、与那浜江浜ビーチというところらしいですね。そして第1位、これも沖縄の慶良間島の西浜ビーチということで、ほとんど沖縄で、沖縄の綺麗なビーチ多いですもんね。まあ、ちなみに、沖縄以外のビーチでしたら8位にですね、石川県の千里浜渚ドラッグウェイね、砂浜上を車でこうザーッと行けるっていうところですけどね、それが入って、あとはやっぱり沖縄がね多いみたいですね。ニライビーチとかね、アワレンビーチとかね、みたいです。松尾修造これします、行ってみたい美しい日本のビーチトップ5でした。ありがとうございました。僕はもう竹野とかね、そういうとこがな好きかな。この前瀬戸内、瀬戸内海行きました。瀬戸内海も綺麗かったな。瀬戸大橋を見ながらの海も良かったですよ。はい、ありがとうございます。喋りすぎ。